ワッツタワー、ワッツタワー、サイブサイモン・ロディアは、イタリアからアメリカ合衆国に移民し、人生のほとんどをカリフォルニア州ロサンゼルスで過ごした人物。彼は、ロサンゼルスのスラム街、ワッツ地区で暮らし、ワッツタワーと呼ばれる、高層建築を自力で作り上げたことで知られる。ナポリ付近にあるセリーノの町で生まれたロディアは15歳の頃、ペンシルベニア州に住む兄を頼って、アメリカへ移民した。 兄が鉱山事故で死んで、以降、一人になったロディアは、西海岸へ移り、シアトルやオークランドなどを転々として、鉱山や工事現場で、現場労働者として働いた。その後1920年からはワッツで、日雇いの左官として働いていたが、1921年に、突然自分の土地に塔を建て始めた。彼は全く建築に関する学習などを受けておらず、 そのすべては見よう見真似だった。溶接していない形ばかりの鉄筋をセメントで固め、ゴミ捨て場からセブンアップなどの瓶や色鮮やかなタイルの破片を拾ってセメントに埋め込んで独力で14本の塔を建てた。内高い塔は30メートルにも達する。彼は1954年塔の建設を終えて土地などを近隣の人に譲り、バッツを去っていった。塔の集合体を ロディアはスペイン語でヌエストロプエブロと呼んだ。なぜ塔を作るのかと問われたロディアは、ただ何か大きなことをやるべきだと思った。だからやったと答えたという。彼がワッツを去った原因は、塔に対する子供たちの嫌がらせ役場など、近隣とのトラブルによる疲れであった。彼は突如、カリフォルニア州マルティネスに移住し、亡くなるまでの10年をそこで暮らした。 シアトル在住時に結婚し3人の子供もいたが、ワッツでは孤独な生活を送り親しい友人はいなかった。彼はワッツを去った後、二度と自分の塔を見なかったと考えられる。ロディアはマルティネスの墓地に埋葬されたが、破壊死にはサムロディア1875から1965と刻まれている。ロサンゼルス市はこの塔を不許可建築として取り壊そうとしたが、 この塔の価値に注目した映画業界人、美術研究者、建築からによって守られた。その後1990年にはアメリカ国定歴史建造物に指定され、ワッツ地区を舞台にしたテレビ番組や映画では欠かせない風景として親しまれている。ロディアという姓はロデラローデラやロディラロデアだったという説、また名もサバトではなくサバティーノサバティーノだったという説もある。 これらの説は指示はあまり受けていない。彼の名自体、移民手続きの際の字の綴り間違いだった可能性も、ある。ビートルズのアルバム、サージェント・ペパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンドには、ロディアの顔写真が掲載されている。現在、ワッツ地区には、彼の名を冠した、サイモン・ロジア・ハイスクールがある。ありがとうございます。